はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、新日本プロレスさんの、高木慎吾選手に関しての、まあ、お話をね、少ししていこうと思うんですけど、まあ、高木選手のことをね、今回はもう一本でこうちょっとお話ししていきたいと思うんですよ。で、今回は特にこの台本とかも、書いていないので、もうパソコンもね、閉じてお話ししようと思うんですけど、まあ、高木慎吾選手っていうと、皆様がね、一体どういうイメージをお持ちになるのかっていうのは、ちょっとわかんないんですけど、僕が個人的に思う高木慎吾選手のイメージっていうのは、もう本当に適応力がすごいというか、もう来て、新日本プロレスに来てすぐに、新日本プロレスのトップ取ったなっていうふうにちょっと思ったんですよ。うん。ツイッターでもつぶやいたんですけど、めちゃめちゃいいレスラーというか、すげえレスラーだなっていうふうに正直思ってます、高木慎吾選手に関しては、はい、なので今回は、まあ、高木慎吾選手に関してのお話をね、丸々一本やっていきたいと思うんですけど、まず僕が一番最初に高木慎吾選手を知った、ドラゴンゲート時代なんですけど、僕基本的にその新日本プロレスばっかり見てるので、あまりね、こう他団体のレスラーの方って詳しくないんですけど、ただそれでも僕は高木慎吾選手のことは知っていたんですよ。そのドラゴンゲートさん自体がなんかそもそもすごい、なんですかね、こう、西の方で、なんか女性中心にすごい根強い、勢いと人気を持っている団体っていう情報を聞いて、ちょっと気になっていたんですよ。で、なんかたまたま YouTube かなんかでドラゴンゲートさんの、試合見た時に、そのすごい、なんですか、今時のかっこいいレスラーが飛び技とか使ったり、あとえぐい技を使ったりして、こう観客を魅了している姿を見て、ちょっとなんかちょっと新日本プロレスさんとドラゴンゲートさんが、被って見えたんですよね。ゴツゴツした試合というよりかは、なんかこう現代向けというか、ちょっと女性向けも意識した、華やかな試合っていうのを中心にされていたので、ちょっと僕そこからドラゴンゲートさんのこと気になって、ちょこちょこチェックしていたんですよ。で、まあ、そこでね、まあ、リコシェ選手とか、パック選手とか、あと ACH 選手とか、まあ、後にこう、新日本プロレスにもね、やってくる、すごい身体能力を持った、外国人選手とかいましたし、あと BB ハルク選手とか、土井選手とか、それからドラゴンキッド選手とかっていう、まあ、ドラゴンゲートが誇るね、日本人レスラーの方もいた中で、まあ、高木慎吾選手っていうレスラーもいらっしゃったわけなんですけど、高木慎吾選手っていうのはどこかなんかこう、色が違うと言いますか、そういうなんか華麗な飛び技が多い中、なんかすごい男を前面に出したパワー系で、まあ、やっていたんですよね。まあ、その姿見て結構僕、高木慎吾選手のことはもう当時から結構ね、すごいレスラーで気になってはいたんですよ。まあ、気になってはいたんですけど、まあ、言うてドラゴンゲートさんだから、まあ、もちろんその中心には見ていなかったんですよね。まあ、ただ高木慎吾選手っていうのがなんか毎年こう新日本プロレスさんの、東京ドーム大会を観戦されているっていう風なツイートを見て、なんかまあちょっと親近感もね、持っていたりしたんですけど、まあ、その高木慎吾選手というのが、まあ、ついにね、こうドラゴンゲートさんを辞めて、新日本プロレスさんにね、こう移籍してきたということで、僕は本当に当時からすごいやっぱ注目してました。あの高木慎吾選手が、ついに新日本プロレスやってきたのかと、いや、これは楽しみでたまんねえな、しかもロスインゴに入ったのがすごいなっていうふうに思っていたんですよ。うん。で、そこからね、高木慎吾選手見ていたんですけど、ただその最初の、まあ、1年ぐらいですかね、1年ぐらいっていうのは、高木慎吾選手は、まあ、ジュニアの選手として、ロスインゴ内の、あと、なんですか、こうブッシュ選手とね、タッグを組んで、このジュニアタッグ要員で、活躍されていたんですよね。はい。当時、確か、高橋宏夢選手は怪我で、長期欠場されていたので、なんかその、まあ、代わりといったら なんなんですけど、まあ、空いてるね、ジュニア枠にこう入ったかなっていう印象が、僕は正直ちょっとあったんですよ。だその時からすごいやっぱ試合内容とかすごくて、全然負けてはいなかったんですけど、まあ、正直そこまで目立ってはいなかったかなっていう風に、思ったんですよね。あんまり高木選手自身がマイクを持って、締める機会っていうのもなかったので、そのマイクのうまさっていうのもね、まだ聞けてはいなかったので、そこまで目立ってはいなかったんですけど、ただこれがあれですよね、ベストオブザスーパージュニアで、モクスリー選手とね、ジュース選手が戦った、ベストオブザスーパージュニア両国で、これ僕もね、現地で見に行ったんですけど、決勝戦のオスプレイ選手 VS 高木慎吾選手の試合っていうのが本当に凄まじくて、あそこで僕はちょっと高木慎吾選手っていうのはもう完全に覚醒に入ったといいますか、新日本プロレスファンを完全に実力で黙らせたかなっていうふうに思うんですよ。うん。
まあ、正直、最初って高木慎吾選手のことを知らない方の方が多かったと思いますし、やっぱ高木選手、まあ、言うて他団体でなんかエース張ってたみたいだけど、まあ、新日本プロレスではそんな通用しないでしょと、まあ、よくて、まあ、ジュニアでトップ取れるぐらいかなっていうふうに、まあ、正直に思っていた方多いと思うんですよ。高木慎吾選手のやっぱり実力を、疑問視しながら見ていたファンも多かったと思うんですけど、ただあのベストオブザスーパージュニアの、まあ、決勝で僕は正直高木慎吾選手っていうのはもう多くのファンを完全に高木慎吾選手マジでやべえレスラーだと、これちょっとレベル違うわっていう風に、まあ、本当実力で黙らせた試合があれかなっていう風に思うんですよ。まあ、結果から言うとね、オスプレイ選手が勝利していたわけなんですけど、まあ、正直言ってしまうとあの当時のオスプレイ選手ってもうなんかもうジュニアというよりかは完全にジュニアの中では頭ね5つぐらい飛び抜けていたので、そんなオスプレイ選手とあそこまで張り合った高木慎吾選手というのがいかにすごいかっていうなんですけど、まあ、あの試合をきっかけにやっぱりオスプレイ選手と高木慎吾選手ってめちゃめちゃこう飛躍したかなと思うんですよ。で実際にその2人っていうのはその後すぐにね、G1 参戦も発表して、実質的なヘビー級転向もされているので、ちょっとやっぱり当時のジュニア界っていうのはあのオスプレイ選手と高木慎吾選手が完全に頭で、抜けていた感じはしますね。うん、でまあ、そんな感じでねヘビー級転向されたわけなんですけど、まあ、ヘビー級転向してからっていうのはやっぱりちょっとまあヘビー級の洗礼といいますか、そんな高木慎吾選手、戦績的には振るっていないんですよね。 G1 も勝ち越しできたのかできなかったのか結構ギリギリぐらいの勝敗だったりするので、やっぱりヘビー級は甘くないなっていうふうにも思っていたんですけど、ただまあこういうね、コロナというものが流行ったことによってなかなか新日本プロレスさんも厳しい状態になったという時にですよ、この岡田選手とオスプレイ選手の、試合が予定されていたんだけど、オスプレイ選手がね急遽こう首の負傷によって、流れてしまったことによって、まあ、急遽ね岡田選手と、高木慎吾選手のね IWGP 世界ヘビー級のベルトをかけた戦いがね行われるわけなんですけど、この試合でまさか高木慎吾選手が勝利するわけなんですよ。はい、この試合は正直勝敗予想でいうと高木慎吾選手というよりかはやっぱ岡田選手が勝つんじゃないかっていう風に予想されているファンが圧倒的に多かった印象ですし、僕自身も、まあ、この試合は岡田選手は勝つだろうっていう風に思っていたんですけど、ただこれ蓋を開けてみると高木慎吾選手が勝利で、これすごいのがなんかその新日本プロレスさんってなんかこの別にそんな決まりがあるわけではないんですけど、やっぱりその団体のトップのベルトですよね、 IWGP 世界ヘビー級あるいは前のヘビー級のベルトっていうのは IWGP のヘビー級のベルトっていうのは、まあ、やっぱりユニットのリーダーじゃないと取れないっていうなんかそういうなんかまあ暗黙の了解といいますか、なんかそういうのがあったかなというふうに個人的に思っているんですよ。やっぱり、ベルトを取るのであれば、まあ、本体か、ケイオスかあとドスインゴか、まあ、バレットクラブのやっぱりユニットのリーダーじゃないと、このベルトは取れないっていう風に僕は思っていたんですよ。うん、でそういうジンクスが、実際あったかなっていう風に思うんですけど、高木慎吾選手というのは、まあ、ロスインゴの、まあまあ、ロスインゴのリーダーではないと思うんですよ。まあ、ロスインゴのリーダー的存在といえばやっぱり内藤選手かなというふうに思ってまして、当時の高木慎吾選手って、まあ、正直ロスインゴ内でもその、まあ、3番手ぐらいなイメージが僕はあったんですよね。そんな高木慎吾選手っていうのが、まさかこうベルトを取ってしまうっていうのがこのユニットのリーダーじゃないと、ベルトを取れないっていうジンクスをまさに粉々に、打ち砕いた最初の一人というか、僕の中では本当に最初の一人っていうイメージが強いんですよ。でやっぱこれってすごいなって僕本当に思ってて、まあ、これってやっぱりそれぐらい、その当時の高木慎吾選手に会社がすごい、期待をしていると、信頼を寄せているというのもありましたし、岡田選手を、まあ、蹴落として、チャンピオンになるぐらい、会社の顔になるっていうことだったので、すごい高木選手からすると、まあ、やっぱりこのプレッシャーとか、まあ、責任もあったと思うんですけど、ただ高木慎吾選手っていうのはそのチャンピオン時代を通して、まあ、圧倒的な試合内容と、あとまあそれ以上のやっぱマイクですよね、マイクの説得力というのが高木選手はちょっとね一つ二つぐらい飛び抜けてる感じがして、特にこういうコロナっていう、まあ、暗い、時代の中にその高木選手は常に、まあ、元気はつらつな感じで、常にこう声量マックスで、我々ファンを元気づけるような発言っていうのをどんどんされていくわけですよ。もう、試合が終わった後のリング上でもバックステージでも、取材でもめちゃめちゃ喋、りまくるんですよ高木選手って。やっぱそういう発言、そういうマイクの、説得力とかも込みで、高木慎吾選手っていうのはめちゃめちゃ僕は世界ヘビー級王者として
素晴らしいチャンピオン生活をね気づいたかなっていうふうに思うんですよ。でやっぱその時代通しても高木慎吾選手の支持率っていうのがめちゃめちゃ上がっていて、まあ、今年の東京ドーム大会で 1.4 で岡田選手で 1.5 で、まあ、オスプレイ選手と、まあ、2連戦ね、する可能性もあったわけなんですけど、この3人比べても、支持率っていう意味では高木慎吾選手が本当に頭2つぐらい、飛び抜けていた感じがするんですよ。でやっぱそれぐらい高木慎吾選手というのがもう新日本プロレス内においての、確固たる地位と信頼をね気づいた証拠かなってふうに思うんですよね。その最初は他団体からやってきた人間がその本当にもう数年ですよね、数年足らずでこの日本最大の団体と言われている新日本プロレスさんでトップまで上り詰めて、しかも会社とファンからも信頼を勝ち取ったっていうのが、僕は本当にこれは高木慎吾選手の実力以外の何者でもないかなってふうに思うんですよ。しかもあの超人気ユニットはドスイングにいながらですよね。その内藤選手とか、高橋宏夢選手とか、あと真田選手とか、あとまあ当時はね、イービル選手っていう非常にこう、もう癖も個性も強い、メンバーの中で、高木慎吾選手っていうのは、一番最近入ってきた、まあ、新人みたいな感じだったんですけど、それでもこの内藤選手を飛び越えて、団体のトップになるっていうのは、これ本当にやっぱ高木慎吾選手はめちゃめちゃ、凄まじいなっていうふうに思いました、これは正直。もともと高木慎吾選手のことは僕はドラゴンゲート時代から気になってましたし、好きなレスラーではあったんですけど、ちょっと新日本プロレスに来てなんかそういう好きとかいう感情よりも単純にすげえレスラーだなっていう風にちょっと思っちゃいました。本当にこんなレスラーまだいたのかっていう風に、思いますし、ここまで新日本プロレスさんに完璧に適応して、その試合内容とマイクの、この説得力の塊具合ですよね。そして最初はちょっと疑問視して見ていた、ファンを完全に、まあ、実力でね黙らせた高木慎吾選手っていうのは僕は本当に凄まじいものがあるなっていう風に思いました。まあ、今現在はちょっとね、岡田選手に負けてベルトを落としてしまっているわけなんですけど、それでも高木慎吾選手というのは全くね、こうへこたれることなく、むしろ前と全く変わらないぐらいの勢いで、コメントとか試合内容っていうのも、バッチリこなしているので、まあ、この感じだったら正直高木慎吾選手っていうのは、また近いうちにね、トップ戦線にのめり込む、それこそ、IWGP 世界ヘビー級のベルト取っても、全くおかしくないかなっていうふうに思いますね。本当にもう、誰も文句が言えない、もう今新日本プロレスのトップレスラー中のトップレスラーになったかなっていう風に、個人的にはね思っております。まあ高木慎吾選手に関してはね、話したいことまだまだあるんですけど、まあちょっと今回はね、一区切りということで、今回はね主に高木慎吾選手の魅力ですよね。高木慎吾選手というのが、いかにすごいレスラーかというのをねちょっと語ってみましたと。はい、最後にねちょっと付け加えておきますと、高木慎吾選手があとすごいのが、その同年代にめちゃめちゃいいライバルが揃ってるんですよ。その内藤選手もそうですし、あと井伏幸太選手もそうですし、それから、まあ、それからジュニアで言うと石森太一選手とか、まあ、外国人選手で言うと、まあ、タマトンガ選手とか、あとジェフコブ選手とかっていうすごいこうもう本当に個性と実力の塊の同年代の選手っていうのが、まあ、新日本プロレスさんの中だけでもたくさんいるんですよね。やっぱそういう選手人の構想という、ね、物語も高木選手であればすぐに作れると思いますので、まあ、そういう意味でも高木慎吾選手っていうのはめちゃめちゃ恵まれているなっていうふうに思いますね。本当に今後は本当に今後も高木慎吾選手っていうレスラーは僕は新日本プロレスさんの中でももうどんどん上に上り詰めていく感じしかしないので、今後もね高木慎吾選手から目が離せないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新日本プロレスに関するね、考察速報、情報なんかは動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストとかありましたら、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね、送っていただけると、もしかしたら動画にするかもしれませんので、リクエストも募集しております。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。元気ハツラツ以上。